そう、なんか私のファンの方はマナカと初めて喋った方が多分多くて、マナカのファンの方は私と初めて喋る方多分多かったので、そう、ありがたい。そのループできないっていうのがなんかね嬉しいけどちょっと寂しいような感じだったけど、でもそれくらい人が結構来てくださっててめっちゃ嬉しかったです。ありがとうね、ほんと。いや、真中、あと横にいて思ったけど、真中めっちゃ喋りうまいわと思って感動してた。いや、そう、完売ってすごいよね。だがね、喋りながら宛名を書くのがだいぶ難易度が高くて、しかも結構なスピードだったから、ちょっと書き間違えてたりしてたら本当ごめんなさいって感じです。ごめんね。そう、なんかしかも話してるし、意外とあのそのマナカも隣で喋ってるから声張らないと全然聞こえんくって、全然大変でした。でもみんなも楽しそうでひなこの声やばかったよね。めっちゃ笑い声聞こえてた。いや、でもあんな至近距離でみんなと話すことができてすごい久しぶり感感じて楽しかったです。ありがとうね。そう、5人で会ってて、ひなこまなずんなん楽しかった。もうすぐ会えたんですよ。だからよかった。嘘、顔痩せた。今日はでもめっちゃがっつり食べちゃったよ。みんなでご飯行っちゃったから結構がっつり食べました。あ、刺されちゃった。そうなの。やばい、蜂に刺されそう。下手くそになってきてる。あ、刺された。下手くそ。もうね、雨の日はやっぱ化粧のりが悪いです。なんかあんまだった。髪の毛も巻き取れちゃうし、本当みんなたくさん来てくれて嬉しかったです。真中のファンの方ももちろん多かったけど嬉しかった。何食べたみんな私もジェノベーゼ食べてないんよ。でもお腹いっぱいすぎて。高いよね。エイトのドリンクってあれ何味だったの？ガパオライス美味しそうだった。私は K のドリンクとガトーショコラ食べた。え、なんかさ、そのそうグレープミルクって美味しかったの？
気になる。結構食べたね。ヨーグルトも気になった。そうなんだ。なんかでもいろんなのあってさ、美味しそうだった。全部なんか久しぶりに AKB カフェ見たなと思って。グレープミルク美味しそうだった。ね、液とだけグラス違って炭酸じゃなかったからじゃない？え、てか普通にあの原宿のど真ん中にあるのびっくりした。めっちゃいいとこになっなかった。ねえ、めっちゃいいとこにあるやんと思って。ラフォーレも一瞬みんなで覗いたよ。竹下通りもみんなで歩いたし、原宿久しぶりに行ったかも。でもうしかったね。なんか卒業前にすごい本当に紙イベをしてきてよかったなっていう気分。かわいい。バブルマシーンとかあるんだけど。めっちゃかわいい。めっちゃ顔。あつ森に。風船、シャ、風船じゃない。シャボン玉出てくるマシーンがある。かわいくない？なんか、カフェでティーを飲んで、でシャブ用に行ったのみんなで。で、まあ、結構がっつり食べて。シャブ用のカレーめっちゃ美味しいね。初めて食べたかも。でそっからの AKB カフェで結構食べたから、がっつり食べちゃった今日は。シャブ用のカレーめっちゃ美味しかった。びっくりした。食べ放題って言われにそんな鍋を食べてないけど、なんかワッフルとかもあったし、めっちゃ美味しかった。また行きたい。楽しいぞ。楽しいが勝つね。楽しかった。しゃぶしゃぶ行きたい。やっぱあと人と食べるご飯は美味しいね。
かいっぱい喋って食べてるのがめっちゃ楽しい。今あつ森を真剣にやってます。うん、カフェでみんなが食べてる姿も見れてよかった。カフェっていつまでやってるんだろう。6月5日。ああ言ってまだあるんだ。楽しかったです。本当時間という間だった。あとスタッフさんたちにはお二人が手際良すぎてびっくりしましたって言われた。サイン書くのとかめっちゃ早かったらしい。めちゃくちゃ手際良くてって言われた。めっちゃ真剣にあつ森やっててごめんなさい。そう完売なのにすごいなんかめっちゃ時間余ってますねみたいな。あーミスった。めっちゃ真剣になつもりやっててごめん。平日で一部と二部が完売したのが初めてだ。列もこれまでにないほど長かったし。やったね、みんなやったね。みんなのおかげをありがとう。でも本当に多かったと思います。多かったと思います。でも私のファンの方だけじゃなくね、真中のファンの方もいらしたので
れな、チーム系最強のチームすぎひん。チーム系最強のチームすぎひん。今日行けなくてごめんなさい。わ、さくらちゃん嘘ついてる。いたやん、さくらちゃんいたじゃん。嘘つかないで。さくらちゃん分かったって、ほら。今日来てたよ。はじめましてでしたが楽しかったです。こちらこそありがとうね。手触れなかった。危ないよ。怒られるよ本当に。私その場で訴えれちゃうんだから。避けたよ、さくらちゃんが手触ろうとして。ダメだよ本当に。ダメだよね、みんなダメって言ってあげて本当に。ないよ本当に。さくらちゃんだって言おうとしたけど、ダメだよ、握手会じゃないんだから。そうだよ、さくらちゃん、さくらちゃん出来になっちゃう。もうそんな楽しい人生どころじゃなくなっちゃうよ。ルールは守ってね。で触られたら私パチーンって言ってたかもしれんからね本当に。うわーって分からない。つもり流れ星流れてる。真中にノリでオペに書いていいって言ったらダメって言われた。ふんって言った。ふんって中空いてきたかもな。ランチュライスをこの時間だと。食べてよ。
腹空いた。でもね、みんなでシェアしたのよ、ガトーショコラとかで。意外とすぐだったから時間なくて。そうだから、シェアするほど大きくなくて、ですぐ行かなきゃだったから全然時間内に食べれなくて。あー、もうこれ邪魔、もうこれ邪魔。チーズケーキか。チーズケーキに惹かれた人生がないのよね。そう、チーズケーキはあんま得意じゃないんだよね。なんかあんまいらんもんもらった。ごめん、すごい集まりずっとやってて。ちょっと明日は一日お仕事で、ありがたいことに。なんで夜かな、します。ねえ、可愛かったし、たくさんお話できて、嬉しい、ありがとう。そう、楽しみって言ってたお仕事で、みんなにも楽しみだと思ってもらえるものだと思います。日本語下手くそ。まさ、別に早、そんなめっちゃ早いわけじゃないけど、プリクラ撮った。割かしギリギリに発表されるとは聞いたかな。そうだよ、 C がやっとメイクしてたんだよ。そうで、今日まず第1弾の発表があったんですけど、卒業公演がちょっとお昼にさらっと言っちゃったんですけど、雫公演になりました。はい、みんなが大好きな雫公演で卒業を迎えれるということで、楽しみにしていてください。
そう、もう練習だよ、やばいよ、あと1週間後。私このあつ森、あつ森やってる場合じゃないよね、本当にごめん。ごめんなさいすぎる。もうでもやること終わった今日は。本当に熱盛やってる場合じゃない。結局球しずくってできるんだな、球スターなんかね。まあでもチームエイトってついてないのと、その千秋楽とも言ってないので、普通にチームエイトの公演じゃなくてシンプルにしずく公演なので、そこはお間違いないよ。え、みほちゃんありがとう。くまたはすっごいダサいヒートテック見えてて恥ずかしい、嫌だ。ありがとう、くまたはありがとう。いつも最近よく投げてくれる、ありがとうね。から告知しようかなって思ったんだけど、あの明日のメンバーが発表されてから告知しようかなって思います。なんで日向とか出る可能性あるの？別に覚えたら出れるんじゃないですか、別に。でもそんな今のところそういう卒業公演とか特別公演でしかやらないので、別に覚えたら出れるんじゃないですか、知らんけど。明日の16時です。その服ウエストすげえすごかった。本当？嘘？ありがとう。楽しみにしてます。ん？明日そうね、1週間本当悔いなく過ごしたいですね。ん？まあでも別に本当にチームメイトってついてないんで、覚えたい人がいたら出れると思います。しずこは当ててください。でも今日も本当にたくさんの人が卒業しないでくださいとか、マジでもったいないですみたいなのを言ってくださって、盛りすぎた、ありがとうございます。もうそれだけで嬉しいです。ありがとうね。こいつなんなんマジで、アンチなの？いい加減にしてマジで、うっとうしい。いい加減にしてうっとうしい。うっとうしいな。うっとうしいな。もう。もう。てか昨日前髪切ったんだけどさ、そう朝も言ったんだけど。どう？通報したよ、もうなんとか馴染んでない？ちょっとでも短い。感じ、なんとか馴染んでるよね。これもみんなに
見せたくてつけた。ね、髪染めてた、暗くなってた。ちょっと頑張ってこの辺からもちょっと引っ張って自分で切ってみた。頑張ったよ。ね、前髪切るの。でも毛先とやっぱそのエクステと地毛で髪の毛の色ちょっと違ってきてるね。色落ちがちょっとしてきちゃった。ちょっとお腹空いてきちゃったな。ヨーグルトなら許される。食べるなら意味ないでしょ。米粉混ぜたやつ食べようかな。パンみたいな。パンはでもダメか。米粉でも食べれる。米だもん。うわ、すっごいボール。ね、ベーキングパウダーこれ開かない。どうしようかな。ヨーグルトとバナナならいける。缶切り買ってない。この米粉みたいなパンをね、ほら見て、ぺたんこな、こんなぺったんこなっちゃった。マイナスドバイラーでバナナも、バナナにしようかな。ヨーグルトとバナナにする。バナナでもこっちの方がやばい。もうグニュグニュ、あーなんかグニュグニュってよくない。そう、最近ねレタスも買ったし、やばい、かぼちゃも買ったの。なんかさ、このさスライスのねかぼちゃを買ったの。どうやったら、何、どうやって調理するのがいいかな。かぼちゃってヨーグルトにします。スライスで売ってた。ヨーグルトは夜に食べると。パルデノにしました。高級ギリシャヨーグルト。かぼちゃってフライパンで焼いて美味しい。ほんと、そのくらいでいいか。もうパルデノのねヨーグルトマジで美味しい。最近あちゃんのこと知って愛し見始めました。嬉しい。なんかそういう方マジで多くて、なんかマジで好きになったのが遅すぎたみたいな人めっちゃいるの。嬉しい。そんなこと言ってくれるだけで幸せよ。もう遅くなんかないよって。まだ私は生きてるから、これから好きになってねって感じ。これとバナナ入れよう。今日服部さんに釣られました。嘘、嬉しい。やった。遅くないよマジで。バナナと卒業公演の日休み取れたら完璧なスタイルになっちゃった。熱っ、頑張ろう。そう、てか推しメン登録今変えれば間に合うからね、マジでガチ。なんか、多分当たんないよみたいな。今変えな、急いで変え急いで変えろ。ちょっとドライフルーツ入れます。でもその遅いってみんなが思ってくれてるだけでも私は幸せよ。ね、さつまいもってどうやってさ焼いたらいいの。ナッツも食べたいからナッツも入れる。
アルミホイルある。オーブントースター。これでいいの？さつまいもって。はちみつかけます。はちみつ食べたいな。よし、OK。フライパンでいいの？さつまいもってなんかめっちゃ焼いた方が美味しいみたいな。めっちゃ焼くっていう日本語合ってるかわかんないけど。ということで今日の夜ご飯はバナナヨーグルトです。いただきます。あ、そう、なんか炊飯器を見たの。炊飯器も美味しそうと思って。いただきます。めっちゃもったりしてるギリシャヨーグルト。炊飯器に入れるだけでいいの？朝ごはんみたいな夜ご飯食べてる。水も入れる。5人では最初にカフェに行って飲み物だけ飲んで、なんか行ったカフェがね、なんかネットに書いてあるメニューと違くて、そうからやめて。赤から行こうと思ったんだけど、赤から寝てなくてしゃぶ葉行った。なんかしゃぶ葉ってあんま行ったことなくて、確かあるかな。温野菜はあるけど。ロボットいた。温野菜はある。しゃぶ葉もあるか。シャブサイってずっと言ってたからシャブよって聞き慣れないだけかな。岐阜でシャブサイって言ってた気がする。でもシャブよが美味しすぎてハマりそう。なんかさ、ひなこがあのロボットを押してくれて撮って、え、これ残ってるけどちゃうんみたいな、あ、やばい、行っちゃったみたいな、二人で追っかけっこしてたロボットと。年下メンバーじゃなく年上メンバーとご飯行かないの？例えば？でも私のなんか脳がまだ子供だから年下の方が仲良くなれるってのはあるけど。単純に5人が仲いい。ゆきにさん抜かないよ。いけないです。私なんか連絡先持ってないかも。うんにさんは行く約束したよ。その前の渋パラ終わりも行こうって言ってたけど、うんにさんがね舞台の稽古始まっちゃうからって言って、また今度行こうって言って。でも食べたいものは決まってました。大西と茂木さんと差し入れ、緊張しちゃうよ。でも基本
年上の人とか誘わないご飯。同じ人としかご飯行かないかも。先輩とかも誘ってくださったら行くって感じかな。なんか先輩を誘うとさ、先輩におごってもらう、なんかおごってもらいに行く後輩みたいになるから誘えなくて。わかる。うん、だから先輩のは、先輩とのご飯は誘わないですね。なんか後輩なら別になんか誘ってもこっちがおごればいいだけだから、そっちのスタンスの方が楽なんだけど。先輩は、うん、気使っちゃう。マサルは返事が来ないので、もう卒業しちゃうからご飯はないかな。そんな魅力に気づけ、嬉しい。もう今日気づいてくれるだけで本当ありがとうですよ。うんうん。ね、この時間に食べてるからデブとか言わないでね。なんかデブって言わないで。こいつも何、先輩から誘われないってことは単に好かれてないのでは。じゃあそうだと思います。はい、私は好かれてないです。これでいいですか。もう絶対あんたみたいな性格も好かれてないからね、マジで。こういうとこでしかコメントできて生きていけない人は本当にそうだからね。私は顔を出してあなたに向かって言いますけど、マジで。そうやってコメントでしか書けない人生、どうにかした方がいいと思いますよ。本当に顔出して言ってみ、住所も教えてみよ。ネットだからって何書いてもいいかと思う、いいと思うねよ。言い過ぎた、ごめんね、ごめんなさい。ニトハマできた、食べた。いや別に人によるけど、別に合う合わない先輩はいます。仲いい先輩はもちろんいます。暇つぶしでここのショールーム見に来ないでください。じゃあ迷惑です。他のことやった方がいいですよ。美味しかった。もう食べない。
今日初めて近くで話しましたけど本当に美人でしたよ。嬉しい、ありがとう。めっちゃ言われるのが本当に顔小さいねってのは、私こんなの顔豆みたいな、ありがとう、ありがとうね、嬉しい、顔小さくてごめんです。顔小さい分頭も小さくて脳みそも足りてないんで。東京なので陰ながら応援してるよ、ありがとう、ありがとうね。ギグ最高、夜のヨーグルトっていいの？本当？いいことした気分。あとなんかマナカのファンの方がおパンチウサギつけてて、で私おパンチウサギのストラップを最近2つ買ったんですよ。これなんかおパンチウサギつけると運気下がるんでやめた方がいいですよって言われて、ガチかみたいな、勝ちだった最近2つって言って、可愛くない？これ私こういうね、こういうの大好きなの。おパンチュ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 ってやつだよ、知らないでしょみんな。おパンチュウサギってやつ、履くの？履かないの？履くの？履かないの？履いてるんですけどってこれガチだからね、私真似してるからじゃないよ。え、これだよね、え、似てない？私似てるよね、買った、なんかそう、愛が好きなの、これ愛とお揃いで買ったから卒業。可愛くない？紫で攻めました。でもこれをさ鍵につけるには結構邪魔かな。てか私ほんと鍵いつもなくしそうだから、絶対キーケースに鍵つけた方がいい。みんな鍵ってどうやって持ち歩いてます？家のハートの持ってるお揃いだね、可愛くない？おパーチョウサキ、やっぱキーケース、鍵でもつけるもの1個しかない、鍵1個しかない時はどうしたらいい？ポッキーはあかんで、危ない。やっぱキーホルダーかな。というのキーホルダーがたくさんついてます。あ、じゃあ恥ずかしいな、やっぱ鍵1個でもキーケースが無難かな。キーケース実家にあった気がするけどな。でもキーケースって地味に高くないですか、いいもの使うと。キーケース、キーケースって結構荷物になるよね、かさばりそう、ちっちゃいカバンの時は。普通に私1時間くらいショールームしてるよ。そう、なくしたことが逆にないのがすごい、今までで絶対なくなりそうなのに。電子キーかっこいい、いいな。そうだ、ほんと郡司さんにまた「ゆうなちゃんやったね」って言われるから、これやったでしょゆうなちゃんって言われるから
なんか卒業の卒業した時に自分になんか高級なものを買いたいなとか思うんですけど、日頃なんか服とか買いすぎて、なんか買いすぎじゃねみたいな結論。なんか毎回そういうご褒美とか言ってるけど、日々自分に与えすぎじゃねって思って、やっぱ我慢しようか迷ってるんですよね。車行き過ぎ。財布はまだ物持ちいいから買いたくないかな。財布はちょっと使いたくないから、まあ、こういうブランド物のヘアピンかピアスか、そのアクセサリー系かキーケースとかカバンかなって思ってる。そう、あ、靴も迷ってる。わかんのよ、わかんの、わかんの、かんの美穂さんなんですけど、迷うんです。ブランド物ってやっぱ私買うとき緊張しちゃうから、ちゃんと選ばないとなって。時計は大丈夫、アプローチあるから。服部優の甘やかし隊に聞いても、服部優の甘やかし隊に聞かなかった、逆に誰に聞いたらいいんですか。本当に誰に聞いた、じゃああなたに聞いたらいいんですか。誰に聞いたらいいんですか。指輪はそんな、なんか指輪にそんな、なんか興味を抱いたことがあんまなくて、でもピアスは気になる。最近ピアスマジつけれてなさすぎて、まあ靴カバンは結構ありだね。あり、やめないね、怒ったらね顔にも影響しそうだから怒んないとこ。あなたかずった、ね、なんかお買い物したいなって思いましたよ。キュッ、かわいくてごめん、生まれてきちゃってごめん。じゃあそろそろ私お風呂に入ります。明日もちょっぴり早いので。ありがとうね、今日も見てくれて。変な服ぶっ飛ばすぞ、本当によ、飛ばすぞひどい、スナイデルだよこれ、スナイデル、スナイデルに謝って スナイデルに謝ってください。じゃああなたの服見せてください。今日荒れてる、まだ元気でよかったね。あんたの服じゃあどこで買ってんの、見せてみなブランドに失礼だよ。スナイデルに謝ってください。スナイデル様々、あなたの何十倍スナイデルが人気でどれだけ頑張ってると思うんですか。たまに来るこの人、だいたいこのアンチはわかんねん。よくないね、ほんとこういうの、こういうのがよくない。こいつはどうかだから、こいつはどうたらこうたらって、これ切り抜かれた時にだからこいつ、ね、こいつはどうたらこうたらって書かれるんだよ。すいません、だからこいつで
家でそんな服着ねえだろってか、仕事だったんだタレ、すいませんね、おしゃれしててごめんね、おしゃれしててごめんね。13位トシさん、12位ひろのりさん、11位ゆうきさん、11位ゆうしんあとまく超大物なとりどんさん、9位ホッサーさん、8位あやかちゃん、7位ちゅうしんさん、6位 YK さん、5位あかねちゃん、4位かずねちゃん、3位えびさまさん、2位大つぶちゃん、1位みほちゃんです。ありがとうございました。ごめんなんか、ごめんなんかお芝居の練習しててごめんね。お酒はもうずっと飲んでないよ。ごめんね、お芝居の練習しててごめんね。ごめん、スイッチ入っちゃってごめん。うざいから通報していた。コットマジで本当に一生見に来ないでください。本当に来なくていいです。いつも来てると思うけど、ちょっとみんなのコメントが早くて通報できない。ちょっとみんなのコメントが早くて通報できないんだけど、今日3人も通報した。やだ、ごめん。うん、マジこんなの切り抜いたところで本当にいらん。こんな切り抜き誰も見たくないし、いらん。ありがとう、おやすみなさい。じゃあもうムカつくコメントはバシバシ通報していくんで、多分ファンの方もしてくれてると思うんで、すいませんが私が気に入らないと思った時は私コメント読んで通報しちゃうんで、よろしくお願いします。僕通報されてますか？あのコメントできる方通報されてないんで大丈夫ですよ。じゃあまた明日ね、おやすみなさい。来てくれてありがとう。バイバーイ。